注意。この動画には、以下の要素が含まれています。それでもいいって方は、ゆっくりしていってね。ウマ娘、プリティーダービー。芝にスタート。イエーイ、ウマ娘、プリティーダービー、ハッチマップ用、霊夢です。ゆっくりムービーメーカー4の実況でははじめまして、マリサだぜ。今回はウマ娘のリセマラをやっていこうと思うよ。どうしてだぜ。少し前に東海帝王に種引き当ててたのに。私は、スペシャルウィングが欲しいんだー。励ませんなんでスペちゃんが欲しいんだぜ。育成難しい方だぞ。ウマ娘のアニメの一期の主人公がスペシャルウィークなんだけど、めちゃ可愛くて少しおっちょこちょいなところがいいなーって思ったの。そして何より、アニメのセリフで出た、あげません、いや、調子に乗んな、がまた面白くて。なるほどな。でも今のアカウントを消すっていうのは少しもったいない気がするぜ。育成してきたウマ娘たちがいるのに。大丈夫。もしある程度リセマラしても結果が良くなかったら、このアカウントでやっていくつもりだよ。そっか、ならいいかな。じゃ、早速リセマラ1回目やっていこう。いやー1回目からいい引きになるといいんだけど。てか霊夢、ウマ娘のガチャの星3の提供割合って知ってるか？知らない。何パーセントなの？ 3% だぜ。ちなみに6月10日からの星雲スカイがピックアップされたガチャでの星3の1人当たりの確率が 0.1% ほどになっているんだぜ。つまりスペちゃんが出る確率は 0.1% ってこと？そうなるんだぜ。まあ正しくは 0.112% だぜ。ちょっと希望見えてきたか？見えんわ。ちなみに6月13日の時点でスタート時にもらえるジュエルの総数は11,110個だよ。1回の10連で消費するジュエルは1500個なので70連ガチャが引けるよ。最激突っ腹。でも確率は鬼なんだよな。それに見合ったトレーニング、ちゃんと用意しなさいよ。それじゃあ引いていこうか。ちなみに私のリセマラのクリア条件は、スペちゃんとできれば星雲スカイを出す、そして星さんが4体出れば OK だよ。できたら東海帝王やライスシャワーとかも欲しいなぁ。タズナさん少しの間ですがお世話になります。看板が光ってるぞ、霊夢。でも星さん確定じゃないんだよね。看板が虹色に光ってたら確定だけど。うわぁ、最低保証じゃねえか。まだ10連目だから大丈夫大丈夫。多分。うわぁ。ドア演出も看板演出もないぜ。これもダメかなぁ。は？ね、霊夢。今のって虹色だったよな。うん、虹色だったね。もしかしたらスペちゃん来たかも。うわー頼むスペちゃーん。始めよう。あーそっちかー。かっこいい。全然いいや、20連目でこれはいい滑り出しだと思う。
じゃあ30連目行こうか。もう気に出てこなくていいよ。看板演出はなし。と、は？おいおい霊夢。視聴者に気に殺した。は？どうせなら一緒に大波乱起こしてみません？やったな霊夢。やばい、本当に死ぬかもしれない。市長に気許して。ちなみにまだ星3出るんだよな。さあ、オーフ刀を開けましょう。いろいろな意味ででかい。ほんとこの漫画演出好き。いやーすごい引きだったね、霊夢。生きて帰ってこいよ。どうして死ぬ前提に？いやー星さんが二人かつ星雲スカイ出ちゃったね。あとはスペちゃんだな、四人目だし。まだ40連も引けるぞ、希望はまだある。もうええて、タズナさん。まあまあ、また来たら多分本当に殺されるから。いい判断です、タズナさん。いいのか。さあ、50連目行ってみよう。タズナおばさん消えろ。おいおい、失礼だぜ。これで来なくなったらどうす？は？今看板が虹色に光ってた。いやいや、気のせい。は？霊夢。これが最後かもしれないぞ。スペシャーン。タズナお姉さんありがとう。馬娘を初めてガチャで最初に手に入れた馬娘。かわいいけど違う。ともかく、星3を4体ゲットの目標はクリアできたんだぜ。よかったよかった。だがまだ20連も残っているのだ、ははは。次で絶対引いてやるからな。フラグにしか聞こえないんだぜ。鬼、悪魔、タズナ。看板が使ってるぞ、ワンチャンあるか？頼む。
丈夫か。まだだ、まだ70連目が。もうダメかもしれない。まだ看板演出があるぞ、レイム。頼む。来てくれ。うわぁ。まだだ、まだ昇格演出が、諦めるな、レイム。レイム。お、惜しかったな。うわーん、もう一回リセマラするもーん。レイムのメンタルが崩壊したため、今回はここで終わりたいと思います。1回目のリセマラで獲得した星3ウマ娘は、TM オペラ王、セイウンスカイ、待機シャトル、スマートファルコンの4人だぜ。多分レイムはスペちゃんとセイウンスカイを合わせた星3が4体出るまでリセマラする気だと思うぜ。ということで今回の動画、いかがだったでしょうか。ゆっくりムービーメーカーを使用してのゲーム実況が初めてなので、やや編集に物足りなさすぎると感じるかと思われます。よければ、高評価等よろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。